以上が今回の番組内容でした。それでは次回11月16日火曜日から放送予定の番組内容をお伝えします。街の出来事では市内で行われた様々なイベントや行事などの模様を伝えました。クラブ活動を通して中学校生活の様子を紹介する学校自慢放課後編。次回は成功中学校の吹奏楽部と被災東中学校のソフトテニス部をお送りします。市内の名所旧跡などを紹介するコーナー歴史散歩。次回は長野市城跡をお送りします。今回のミニ情報のコーナーは9月中に起こった火災や救急出動、交通事故の発生状況をお伝えします。火災が14件ありました。うち住宅火災は3件ありました。救急出動は971件、交通事故は863件ありました。かけがえのない命や財産を守り、安全で安心な街を目指しましょう。来年 NHK 大河ドラマ豪姫たち戦国が放映されることにより、伊勢上野城跡に訪れる観光客へのおもてなしの一環として、川毛町上野にある本城山青少年公園内展望台に資料室がオープンしました。資料室には当時の伊勢上野城を推定したジオラマ、豪織田信兼分部光義の肖像画、ケースや分部家の古文書が展示され、豪関連グッズなどの販売コーナーも設けられています。また同時に川毛地域へお越しの皆さんにゆっくりくつろいでもらえるよう、近鉄豊洲上野駅近くにおもてなしステーションをオープンし、豪関連グッズや軽食、飲み物を販売しています。皆さんぜひお出かけください。この後45分まで市役所からのお知らせをお伝えし、45分からは三重テレビで放送中の津市情報発信番組元気発信津から10月24日に放送しました津餃子をお送りします。次回も津市行政情報番組まるっとつないでをぜひご覧ください。みんなの優しさがする。